日本台湾交流協会台北事務所東京本部公益財団法人日本台湾交流協会は公式に国交のない中華民国との実務関係を処理するための日本の大台湾窓口機関である。財団法人時代の旧市務官庁は外務省及び経済産業省。2016年まで台湾での通称は日本交流協会。台湾側のカウンターパートは 台湾日本関係協会。2018年10月1日時点で、台北事務所管轄区域内の在留法人数は2万994人。在外交換別で第22位となっており、これは220以上ある日本の在外交換の中でも上位人に属する。1972年9月29日、日中国交正常化によって、日本と 中華民国の国交が断絶したことに伴い、貿易、経済、技術、文化などの民間交流関係を維持するための実務機関として、同年12月1日、財団法人交流協会として設立された。同月26日、後関係協会との間の取り決めに基づき、台湾の台北市と高尾市に事務所を設置した。当初、 日本側は日体交流協会という名称を希望していたが、中華民国側が日華交流協会を主張して折り合わず、結局は単なる交流協会となった。台湾現地では日本交流協会や日本財団法人交流協会と呼称していた。東京本部は外務省と台北事務所をつなぐ連絡機関として、台北事務所は日中国交正常化によって閉鎖された。 中中華民国日本国大使館に代わる在台湾日本政府代表部として機能している。台北事務所長は台湾関係機関との連絡、政治経済等の動向調査、在留日本人及び日本人と航者への各種便宜の提供、日台間の経済、一つの中国原則のもと日中間の摩擦を避けつつ、日台間の関係と台湾駐在を維持するため、 政府間関係ではない、外交機関ではなく、民間機関であるとする一種の方便として、外交の隠れ身のとして機能している。なお、日本と台湾の間には、台湾関係法に相当する法律がないため、外交特権は認められていない。本協会では、他の大使館や総領事館と同様に、著称など領事業務を取り扱っているが、非公式機関である、 本協会が直接取り扱いするわけにはいかず、形式上イ王国、バンコクの日本大使館に業務委託している。台湾情報誌、交流を発刊し、公式サイトで台湾情報を発信している。1973年、伊藤博史教材台北大使館臨時代理大使と中田義夫経済担当参事官がそれぞれ初代、台北事務所長、副所長に転任した。 その時、台北事務所一代目庁舎は、上中区災難路二段34号である、元日本大使館敷地に設置され、高尾事務所一代目庁舎は、全近区中華山掃除108号を3階に位置した。1995年7月3日、台北事務所は、災難路の敷地から、トン下難路一段245号10階に移転された。2002年4月8日、 喜び場外28号の現住所に再び移転された。2012年4月1日に財団法人から公益財団法人に移行した。2017年1月1日に公益財団法人日本台湾交流協会へ改称し、同年1月3日に台北市で新名称の看板の上幕式が行われた。東京本部と台北事務所のそれぞれに、 日体交流センター、台北事務所内に日本語センターが設置されている。日体交流センターは、当時の内閣総理大臣、村山富一が提唱した平和友好交流計画に基づき、1995年10月に設置され、日体間の学術交流、人的交流を支援している。平和友好交流計画は2004年度に終了したが、2005年度以降も、 日台知的交流事業としてて引き継がれている日本語センターは台湾における日本語学習者の増加に伴い2000年7月に設置され台湾の日本語教育を総合的に支援している日本台湾交流協会台北事務所の名盤交流協会台北事務所時代の名盤日台間の諸問題を協議するため後関係協会との間で貿易経済会議を 毎年定例的に開催している。会議には両国の関係官庁の担当者が出席しており、例えば2007年の第32回貿易経済会議では台湾側から経済部国際貿易局局長を筆頭に35名の役人が出席、日本側から経済産業省の副局長級の交渉官ら55名の役人が出席した。この他に 重要な両国間接触としては、日体漁業交渉や日体航空交渉、租税取決め交渉がある。いずれも民間代表機関の交渉という形をとっているが、実際は関係官庁の担当者が協議しており、事実上政府間の実務者協議となっている。日体漁業交渉は、1996年に開始し、2005年7月の 第15回協議以降は中断していたが、2009年2月に再開し、尖閣諸島周辺での漁業トラブルに対応する緊急連絡窓口を沖縄県那覇市に設置することで合意した。日体航空交渉では、2009年2月の協議で台北、東京間の航空路線の2010年開設で合意し就航開始、2011年11月の 協議で日台路線の完全、オープンスカイが合意に達した。2015年11月には、租税条約にあたる、日台民間租税取決めを締結している。歴代会長には、大物財会人が就任し、理事長や台北、高岡区事務所長には、元大使が就任している。ありがとうございます。